ダークネスの実装5年遅い竜です。さあ本日はイベント報酬ですね、現在行われておりますイベントタックデュエルトーナメントにてゲットできるレッドアイズダークネスドラゴン、こちらをね活躍させていくデッキを作ってきました。実装時期5億年遅いですね。5億年遅かったですこれ。活躍させるのね5時間くらいかかったわ。こいつ効果説明しますね。通常召喚できませんよ。自分のフィールド上のレッドアイズブラックドラゴンをリリースした場合に特殊召喚できます。で打点が墓地のドラゴン族モンスターの数かける300ポイントアップしますよっていう、効果になっております。まあ納金という感じですね基本的には。でふぶきさんっていうあの GX のあのアスカさんのお兄ちゃんがいるんですけど、アロハシャツ着てるなんかウキウキのなんかウクレレとか持ってなんか登場するやつわかります？天井員ふぶきさん、あの人が使ってるエースモンスターですね。レッドアイズダークネスドラゴンは。でこれあるってことは天井員ふぶきさん来ないのかなってちょっと不安になっているんですけども、もしかしたらレダメをね持って来てくれるかもしれないんで、まあちょっとその辺はね楽しみに待っていきたいなと思うんですが、こいつね、てかこいつっていうかレッドアイズデッキがもうね環境にね弱いね、めちゃくちゃ弱い。もうなんかデッキ紹介の段階で現実をお話しするんですけども、環境デッキいろいろいるんですけども、まあ、着地狩りの罠は無理なんですよね。着地狩りの、まあ、着地狩りの因果切断、底なし落とし穴、サンダーブレイク、ドキュー部隊、デーモンズ支援等々、まず全部無理と。で高校まくりカードを入れたいんですけども、罠回答として局所とかコズミックとか事故なんですよね。そういうの入れると、もちろんコズミックあると強いんですけど、あとスロットが結構なくてデッキの中に、で入れる枠が結構難しいと。やっぱこのフュージョンとインサイトどっちか引きたいんで、できればねデッキのスロットっていうかデッキの枚数を薄くしたいんですよ。これがね限界かなっていうところで、このガーディアンの力とかのところをコズミックとか局所にしたいんだけど、するとね今度先行で装備がないっていう状態にもなるんだよね。これねすげえむずいのと、あと環境的には聖騎士のギネビアがまず無理でしょ。で聖眼はもう手数が多すぎて無理です、勝てません。聖眼なんかやってみましたけど、対戦してみましたけど手数が多すぎてマジで無理で、サンドラもうレビオニアがマジで無理、レビオニアとかマジで無理だから。あでサンドラの手数がそもそも無理だしね。で、デスペラードはそもそも効果が無理で、エヴァリーとかも無理、もうね無理なモンスター多すぎね、これ出して勝てる環境じゃねえなと思いました。一応、活躍させる、まあ、手段としてはダークネスさんのレッドアイズブラックドラゴンだったらいいんで、自分こいつレッドアイズフュージョンで融合するとこいつレッドアイズブラックドラゴンになれるんですよ。だからこいつをリリースしてこいつ出すってこともできますし、あと単純に蘇生罠で、レッドアイズを蘇生して、リリースして出すっていうこともできますね。はい、まあそんな感じかな。まあなんか今回ね先行頑張りしました。高校は捨てました。もう高校の罠捨てはもうね無視したわ。それ入れてるとね強い先行の動きができないから、なので先行を取ってレッドアイズスラッシュドラゴン出して装備2枚ぐらい装備して創生罠伏せとくみたいなことを基本的にしたい。でこいつねレッドアイズカードなんで、これ墓地で送られるとサーチできるんですよ。このカードがフィールドから墓地で送られたらレッドアイズカードを手札に加えるってことができるんで、ダークネスもサーチできると。なんでこれはすごく相性がいい、まあ、セットしといてもいけるしね。はい、でこれとこれとも相性がいいし、はい、というわけで早速ですね、撮影時間5時間かかりました。勝ち試合を2試合集めるのにね、見ていただきましょう。デュエル、スタンバイ、フリー体制の整備、マジで早く頼む。さあ、遊戯君、なるほど。ポケモン、はい、ポケモンか、珍しいな。レッドアイズインサイト発動。ちなみにスキルなんですけども、レッドアイズフュージョンとかのスキル使いたいんですけど、ブルーアイズの横3000がを抜きたくて、即座に。なんで、絆の力にして、レッドアイズスラッシュドラゴン1体で、絆の力使って、装備、なんか墓地からすると、3100になるんですよ。なんで、抜けるようにしてます、一応。なんで、絆の力っていう、今ちょっと編集、闇の編集の力で、多分右下が、城之内くんになってると思うんですけども、この城之内くんね、絆の力持ってるらしいんですよね。この城之内くんに絆の力持ってるんですよ。すごいでしょ。うちの城之内くんね、チートツール使ってるんで、絆の力を持っていると言った、ゴールがドガジェットいいな。
おじいちゃんホイホイデッキが来た。おじいちゃんホイホイデッキ来た。で、レッドガジェット特殊がいいだろう。いや、強いね。これアドバンテージ稼いでくる感じいいね。これギアギガントクロス来んのかな。相手ならの、あの、妨害するカード基本的にこっちないんで、あの、自由に展開してもらって、ボクモンか。ボクモンね、なるほどね。ギアギガントクロス。さあ、これで圧倒的アドバンテージを稼いでいく。さあ、1体展開して手札が5枚。なかなかいいぞ。さあ、ギアギガントクロスの効果によって、素材切って、機械族モンスターを手札に加えることができると。ああ、いいね。強いね。やってることかなり強い。さあ、クセランもあるかな。1枚、2枚、あ、3クセあるんですか。3クセもあるんですか。3クセ多くないですか。レッドアイズ、ライトニングロード、エビルデーモンも特殊召喚。出た。インサイズ、オッケー。打てねえけど。とりあえず、デュアル。さあ、デュアル、デュアルを宣言していく。そして、レッドアイズ、ライトニングロード、エビルデーモンさんのモンスター効果を発動。このカードの攻撃力より低い守備力を持つ相手フィールド上のモンスターを全て破壊することができる。めぐる、あ、強い。めぐる、まあ無効にできるんですけどもね、そういうのね、そういうの無効にできる。摂理だけ本当にやめてほしい。摂理だけマジでやめて。摂理天罰マジで辛いから本当にやめて。今はそんなに行きたくないけど。さあ、ブラックメタルを墓地に送ってその対象に取る効果を無効にしていく。無効にしていくことによってブラックメタルが墓地に落ちたのでブラックメタルの効果を発動。もちろん持ってくるのはそうだ。あ、いいんが切断厳しい。はい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 、いいでしょう。もう一発撃つぞ。レッドアイツスラッシュドラゴンの効果、ガーディアンの力を墓地に送り、対象もどんだけ隕石する、どんだけ切断する。因果消滅したわ。ただ皆さん、これで持ってくるの何だと思います。これね、レッドアイズダークレスドラゴンなんですよ。いきますよ。リターンオブレッドアイズの効果、墓地のレッドアイズブラックドラゴンを特殊召喚、そしてレッドアイズインサイトの効果を発動。墓地にレッドアイズバイバーを送り、フュージョンですかね、フュージョンも手札に加える。そして俺はレッドアイズブラックドラゴンの魂を埋葬し、現れよレッドアイズダークレスドラゴン。スキル発動、行くぞバトル、くらえダークレスギガフレイム、決まった。苦行だった。さあ、お相手の方は闇遊戯選手、よろしくお願いします。バランス聖騎士かな、聖騎士な、ちょっと手数多くてのは結構辛いんだよね。あとギネビアマジで無理なんだよな。てかさ、このなんかのライトニングエビルデーモンとワイバーン初手に来るのマジでやめて、あとあのレッドアイズも初手に来るのやめて。初手に来ちゃいけないカード多すぎるだろこのデッキ、ふざけんなよ。レッドアイズブラックドラゴンとギアフリード、これね、あと戦士とかもあの手札に来るとダメなんでね。これ引いちゃいけないカード多すぎないかこのデッキ。エビルデーモンもね、引くとね、マジでコストにしかなんないから、これどうせ次のターン、エビルデーモン、手札からこれ、墓地送りますからね。ガチで、ガチできちゅうこと起きるわ。で、ボールス、はい。ギネビア、あ、でもギネビアはガーディアンの力からいけるか。意外とギネビアがガーディアンの力で、メタれてるけど、まあでも手数がな、ちょっとトリスタンとなんか、ギネ、あの、なんだっけ、アルトリウスとみたいな、その、手数で押されると結構きついけどね。さあ、一応、でも、ガーディアンの力自体は破壊耐性あるんで、結構強いは強い。で、言うて、あっちも動き的にはマーリンから入ってないから、そんなに強くない。これでも、この動きで勝てんかったら、もうおしまいやぞ。一生勝てないぞ。聖騎士には。はい。ギネビア装備、ギネビア装備はいいわ。ギネビア装備はいい。で、ガーディアンの力、オッケーオッケー。使ってるから大丈夫と。で、ブラックメタルも来た。オッケー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 。で、レッドアイズインサイト効果。あ、先装備しようよかった。まあいいや。先ちょっと装備しといた方がよかったみたいなのがあるけど、まあいいや、もう。これでもな、蘇生なんだよな、多分。これ蘇生。これもゴリ押さないと負けるか。フュージョンで。でもな、俺ダークネス出したいんだよな。ダークネスが出して
蘇生したいな、気持ち的には。こうしてで、まあ、装備してで、まあ、融合して2体で殴りに行けみたいな気持ちはわかります。でもああやっぱそうですよね、それ先に装備しとくべきだったみたいな話ありますよね。なるほど。でこれはもう確実にこうするしかなくて、こうするしかなくて、で装備していく。さあ圧倒的因果切断によってガーディアンの力は外されてしまった。で殴ると死ぬ殴ると死んでしまう。厳しい。融合しとけみたいな話やこれ。でも融合するとさあ、ワイバーン来た来た来た、ワイバーン強い、ワイバーンは強い。でエビルデーモンも特徴感だ、来た、これは強いぞ。よし2体並んだ、あぶれー、本当に融合しろみたいな話ね、これ。はい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 。でそれはリターンオブレッドライズいいですね。これはアロンダイトはね、あのセットカードしか割れないんで、ギャラクシーサイクロンとかと違って表にしときゃ破壊できないっていうね、最低なんで。ゼボールスの効果を発動していく。さあギネビア、これでもリターンオブレッドライズの効果によって墓地から無限にレッドライズが蘇生できるんで、まあ、言うてね、そんなに困りはしない。まあ、通常モンスターしか蘇生できませんが、リターンオブレッドアイズは。これ装備するそうだよね。そうだね。一旦に一度しか使用できない。だから、装備する効果一旦に一度しか使用できないし、でも2枚あったら一応2枚装備できるから、2枚、まあ、2枚入ってる人いないけどね、多分ね。バランスで。ギネビアめっちゃ標的しちゃうから。多分1枚だと思うんだけど、さあ、2枚ギネビアとかいうことがなければ多分いけるな。一応。装備があると、一応5エクシーズされますけど、まあ、5エクシーズされるあのカード、アルドリウスだっけ、あいつも対象取るんで、まあ、一応ね、あの相手が意外とそんなに強い動きしないんで、なんとかなりそう。さあ、どうする？レッドアイズ、ダークネスドラゴンさん出せるか？ダークネスドラゴン出すためにこっち蘇生札を持ってきてっからな。で、できればこのブラックメタルをね、外したい。あ、バトルフェイズなんだ。ああ、そうだよね。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、でもこれ蘇生しといて。ね、蘇生しといて、こうしといて、で、どれ殴りますか？あの、まあ、続行ですよね。で、ブラックメタルの効果も発動するし、レッドアイツラッシュドラゴンの効果も発動するってやつ。これはいいぞ。これはいい。非常にいい。で、レッドアイツダークネスドラゴン持ってくる。あれなんすかね、クセカード、あれインセスとかすかね、ちょっとわかんないですけどまあでもエビルデーモンをデュアルすればまあ強いんで、まあ強いんで、あ、未来か、はい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 、未来ね。なんでしょうかこれ。あー、テロリスト、テロリスト来た。でテロリストに殴られる。でブラックメタル効果、ブラックメタルめっちゃ効果使える。これは単純にフュージョンなんじゃねえかな。ヤフレード持ってきてバック割るの無理だからな。まあこれフュージョンでしょうね。そうですね、これフュージョン持ってきて融合できるようにしときましょう。まあちょっと融合しちゃうとレッドアイズダークネスドラゴン出せないんですけど、その前にサレンダーされそうなんですけどまたまたこれこんだけ喋ってまた俺こんだけ喋ってサレンダーされんのか。行くぞ俺は。レッドアイズライトニングロードエビルデーモンさんをデュアル宣言し、レッドアイズライトニングロードエビルデーモンさんのモンスター効果発動。このモンスターの効果によってこのカードの攻撃力より低い守備力を持つ相手のモンスターを全て破壊することができる魔光雷。そしてトリスタンの効果によって表側を、あ、それ、え、それ破壊してくれんの。それ破壊しちゃったらあなたやばいモンスター蘇ってきますけど、激ヤバモンスター蘇ってきますけど大丈夫ですか。ちょマジでサレンダーされそう、やばい。ちょ早く出せ。俺は墓地にレッドアイズブラックドラゴンの魂を埋葬し、現れろレッドアイズダークネスドラゴン、スキル発動バトル、いけー、うわー、いけー。さあどうする。さあ何もできないだろう。ダークネスギガフレイム、うわー
ちょっとマジで疲れた、もう寝たい。さあお相手の方、上城涼雅選手、よろしくお願いします。デルサンバイ、あー融合きてないやつ、蘇生めっちゃきてんな。融合17分の6なんで、まあ、そこそこ引けるんだけど、ちょっと頑張って引いていただきたいといったところ。さあ育成エンドいいだろう、ふっ、よし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 、おいおい、着地狩りされんだけどね、こんなこと言ってて因果切断されるんでしょと。光ってんだ、なんだこれ、成功確率 0%、 あそれ相手のエクストラデッキから融合モンスター2体をランダムに選んで墓地を送る、やばちょっと待ってやばいやばいやばいこと起きた、やばいこと起きたぞ。でも大丈夫だ、まだ1体いるわ、まだ1体いるわ、アップレー、なんだこいつやばすぎるだろう、どういうことだよ。召喚獣に親子殺されたか、召喚獣にあれですかね、一家惨殺されてます。さあレッドアイズスラッシュドラゴンを融合召喚、嘘だろ、うっそこいつ召喚獣に親殺されてんじゃん、これふざけんなよ、どういうデッキだよ、やばいだろ。おい、なんかスラッシュドラゴン2体墓地送られて、あグレードルスライムジュニア、なんか墓地送られて、あサイレントアングラー、やばい、サメの領域か、うわちょ、ほんまにやばい、これは。ちょっと待って、もう俺、レッドアイズスラッシュドラゴンいないの、俺。レッドアイズスラッシュドラゴンいないの、マジ。蘇生制限満たしてないんでね、スピリッツとかでは、蘇生できないもんですから、グレイテッドドラゴン、これやばいな。これ、どうすればいいんだろう。え、これ、どういう破壊がされ方する、これ、後ろ2枚破壊して、されると、結構きついか。後ろ2枚は結構きついな。後ろ2枚は結構きつい、あーそういう感じか、こうして、で、あ、今、うん、そうだね、まあでもこうするしかないね、で、ですね、ちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいね、これ返せるんじゃね、あれこれもしかして俺奇跡起きるんじゃない、これ、まあ、これ知らないよね、俺ね、このターンね。このターン知らないから、殴られて、あ、もういいよ、全然。それは全然いい。全然いいです。で、それもいい。それも、OK。もらって、で、エンドフェイズ、レッドアイズスピリッツを発動する。で、ライトニングロードエビルデーモンを特殊召喚。はい。来た！え、これガチでやばいこと起きたけど、え？発動できない。発動できない。いやでも、言うてだよ、絆の力発動。で、エビルデーモン効果。来た！返した！で、何出てくるのこれ。スライムですか？スライムオッケー。スライムオッケー。で、ブラックメタル装備して、もうこうなったらもうあれよ。レッドアイズ、ライトニングロード、エビルデーモンビート。これで頑張ろう。さあグレードスライムジュニアが戦闘で破壊された場合、あ、これ戦闘で破壊する必要性すらなかったかもしれないけどな。いや、ターン終了。いけるぞ。これはいける。これはいける。勝つる。頑張れ。あー、ディーバ強い。こいつやばいってこのデッキ。え、これ突破されるか。スパシャか。サメの領域。スパシャ。スパイダーシャーク。で、これスパイダーシャークって打点1000下げんだっけ。1000下げる。で、ブラックメタルが墓地に送られると、なんか持ってこれるスピリッツと、リターンは行ってしまった。さあ俺は何を持ってくれば勝てるんだこれはちょっと待ってくれ。これ抜かれるのか。いや、きつい、きつい。いった、ブラックメタル効果、ブラックメタル効果。やべえ、何持ってきてもなんもできねえ。これしかねえか。ギアフリード、ギアフリード持ってくるしかない。え、ギアフリード持ってきたところで勝ってないんだけど、
抜けないやん、スパイダーシャーク。ふざけんなよ。残りライフ500、やばい。ガーディアンの力、なるほど、ガーディアンの力、ギアグリード装備して、2800 2800下げられて1800、無理だ無理だ。もういいよこれ、エクストラデッキ破壊マジでやめて、もう何このデッキ、おかしいじゃん、どうしてそんなに有効メタられてんの、俺なんかしました、はあ、つらい。